木さんです。今日は僕がどのようにして超能力、特殊能力を手に入れることができたのか皆様にお話したいと思います。二十歳の頃です。なので今から3ヶ月ほど前の話。当時僕はパチンコに熱中してました。毎日毎日パチンコに通い詰めて、勝ったり負けたりではありましたが、ほとんどが負けの毎日。僕は常々こう考えていました。超能力で当たりの台を見つけることができれば楽して生活ができると。そんなある日、雑誌を読んでいると、雑誌の一番後ろのページにこう書いてあったんです。パチンコ必勝法、当たりの台の見極め方。僕はなぜわかったんだ、なぜ僕が当たりの台を探していることをこの人は知っているんだ、この人は本物に違いない、そう思いすぐさま電話をかけ講習を受けに行きました。場所は新宿歌舞伎町でした。そこではパチンコ台がずらーっと並べてある。そこでの講習は至ってシンプルでした。パチンコ台一台一台に手をかざしていき、何か違和感を感じる台、それが当たりの台だというんです。試してみましたが、もちろんうまくはいきませんでした。そこでは毎日試験が行われてました。その試験は1000円以内に当たりの台を見つけることができれば成功です。その成功を3回連続、3台連続で成功することができれば、このパチンコ研究所が発行している認定証がもらえるというのでした。僕は2年間毎日毎日試験を受け続けました。しかし一度も当たることはありませんでした。ただいつも決まった外し方だったんです。僕が選んだ台の一つ隣の台が大当たりを引くんです。皆さんもパチンコやられる方だったら、そういった経験がある方いらっしゃるかもしれません。ただ僕はいつも一つ違いでした。なので僕は自分が座ろうと思った隣に座れば大当たりを引くんじゃないかと思い、その日はここに座ろうと思った隣に座ったら、その隣が大当たりを引いたんです。いつも一つ違いでした。当然貯金は底をつき、借金も限度額いっぱいです。僕はもうこれ以上続けられない、そう思い実家へ帰る決断をしました。実家へ帰る当日の朝、今までお世話になったパチンコ研究所の先生のもとに挨拶に行きました。先生、僕は習得できなかったけれど、今までたくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございました。そしたら先生がこう言ったんです。最後にもう一度だけ挑戦してみないか。僕はすぐさまやりますと言いました。その日はなんだかいつもと違った違和感を感じていたんです。そしていつもの会場へ行き、パチンコ台一台一台手をかざしていきます。そうすると今まで感じたことのなかったような違和感を感じる台があったんです。そして僕はそこへ座り、1000円を投入しハンドルを回します。いつも通り1000円分の玉が終わろうとして、その時でした。大当たりを引いたんです。2年間で初めてのことでした。僕と先生は小さくガッツポーズしました。そして2台目挑戦です。もう一度1台1台手をかざしていくと、明らかに1台違和感のある台があったんです。そしてそこへ座り、1000円を投入しハンドルを回します。また大当たりを引きます。あと1回大当たりを引くことができれば、このパチンコ研究所の認定証がもらえることは分かってました。もう一度パチンコ台1台1台に手をかざしていくと、明らかに1台違和感のある台だったんです。そしてそこへ座り、1000円を投入しハンドルを回すと、わずか1回転で大当たりを引くことができたんです。なの
は僕がその2年間で学んできた特殊能力皆様に披露していきたいと思います。もちろんここにパチンコ台をずらーっと並べるわけにはいけません。なので今日僕はこの認定証の中にたった1枚のトランプ、1枚のカードを入れておきました。今から僕がテレパシーでそのカードが何であるか皆様に伝えていきますので、皆様はそれを受け取ってください。ちなみにこのトランプの中にジョーカーは入っております。なので色は赤か黒か2択になります。それではよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。今からテレパシーを送っていきます、はい、集中してください。先ほど言った通り色には赤と黒がいました。はい、集中してください。さあ今私がテレパシーであなたに送った色は、はい、赤色か、はい、どっちですか？赤。赤。素晴らしい。まあここまで。まあまあ赤いカードの中にも2種類のマークがあります。今度はお客さんはよろしいでしょうか。赤いカードの中にはハートとダイ2種類のマークがございます。今からテレパシーで送っていきます。ただ私からは何も影響を受けないでください。ただ私のことはしっかりと見ておいてください。今からマークを送っていきます。私があなたに送ったマークはハートかダイヤ、どちらでした？当てさせたくなりました。ダイヤ、ダイヤ、ハートなんです。あー、でも大丈夫、ハートって何と思ったのに、ただの一つ違いです。僕はそうやって2年間頑張ってきたんです。ただの一つ違いです。安心してください。まあここまで完璧とはいきませんでした。ただ一つのマークが決まりました。ハートという問題はここからです。トランプには1から13までの数字がございます。ハートのエースというのはちょっと簡単すぎるので省いてあります。お客様、僕の2年間を台無しにしないようにお願いします。さあ、1から13、僕がテレパシーで送った数字はいくつですか？2。もちろん今日初対面、何の打ち合わせもしていません。そして認定書はずっと皆様の見えるところにあります。完全に自由にカードを入れていただきます。自由、はい。こちらの中に1枚のカードがあります。こちらの中の1枚のカードがハートの、3。ただ私はあなたが一つ間違えること、一つ違いであることは分かってまして、こちらのカードの画面に一つ違いと書いてある。これが私の2年間の集大成です。ありがとうございました。第3位、ポンチさんです。さあ第3位、あなたは第9回うんぬんぬんで第3位でございます。ポンチさん、おめでとうございます。第3位トロフィーでございます。ありがとうございます。